昼夜公演ですね。はい、昼に来てくださる方はいますか？夜に来てくださる方と。そうです、これから公演です。これから公演です。今劇場向かってる方もいますね。今日はほんまに晴れてよかった。めっちゃ雨やと思ったね。お両方入る方もいるのね。ありがとう。お昼は天むす？お昼っていうか朝かな、朝ごはんっていうんかな、天むす食べました。え、新幹線止まってんの？大丈夫ですか？だからあれやんな、今日に影響出てるもんな、昨日のやつが。キャンセル多いかな。そしたらちょっと、そうなんですよね、夢逃げ公演ですよね、解禁しよう。そうそう、それそう、それをね知って、私も解禁、世代交代前夜公演解禁で出たいなって思ったんです。どうなんやろ、出れるかな。私のアンダーが、私のポジションを覚える子がいたら出れなくなるんやけど。まこさん、あじさいありがとうございます。雨が過ぎな、これ歌っちゃう、アジサイを聞いたら。お久しぶりの方もいますね。そう、今日はねちょっとあのギガを今月から増やしてるので快適サクサクです。ほんまにね、あの最近はね雨が多くてさ、電波も悪くてさ、携帯の困ってたんやけど、今月は大丈夫かなと思ってます。今日の公演の注目ポイント、毎回でも注目してほしいのは、命のへその落ちサビとかはさ、 DMM でもね、あのレイポン若たんと私がね抜かれることが多いので、そこを見てほしいかもしれない。命のへその落ちサビ解禁狙いましょう、狙いましょう。そう、今のとこ3人なのでね、解禁が。公演頑張って、昨日勢いでも覚えとったし朝返信した。ありがとう、見るね、ありがとう。天むすって三重県発祥なんやで。あ、知ってる、三重県が名古屋やと思われてるけど、愛知やと思われてるけど、三重県やんな。今日のお昼初めて世代交代、おお、一緒にぜひジェネレーションチェンジを。昨日からモバメも撮り始めました。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。楽しみにしててください、毎日送るので。それ着てて暑くない？これはちょっと衣装をね、衣装の上から羽織るやつなので、暑いとは感じひんかな、大丈夫です。スケモンさん、バラありがとうございます。のののちゃん、ペンライトありがとうございます。ギガホプレゼントしてあげたいやで。ギガ、ね、ギガってほんまにね、家は Wi-Fi あるから大丈夫やねんけど、そう、よく中学の時とかマジよく低速なってたわ。中学の時が一番触ってたような携帯、そういう感じちゃう、やっぱり。そうそう、3人なの。こんにちは、世代交代前夜公演、失礼します。ほのちゃん、いいって、失礼します。ほのちゃん、いいって。いや、ほのちゃん、ほのちゃん、ほのちゃん、世代交代前夜公演まだ入ったことない。それはちょっとダメですね。それはダメですね。
元気になりますよ。特に特に思春期のアドレナリンは一緒にアドレナリンが出ると思います。私たちもアドレナリンで踊ってるんで、あれ13日過ぎたらね、三重にベビースター、あの三重県ね、あの会社あるんで、ベビースターの今から昼寝をゆっくりしてください。昼寝いいね。私も昼寝しようかな、今日は昼公演終わったら。でもなかなか寝れへん、あの寝たらさコンタクトがカピカピなるからさ寝れないんです。そうそう、もう晩目毎日の癒しですって、ありがとう。また風来の写真も送ります。なんかいつもと少し髪型違う。嘘嘘、毎回でも微妙に違うよな、やっぱりメイクさんによって。でもこの固定ヘアがめっちゃちょっとほんまにお気に入りです。巻き下ろしですので。そう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 、今劇場お疲れ様です、ありがとう。そう、中学の時ほんま大変やんな。わかるわかる。テンムスってテンちゃんと結ばれて人生勝ち組の略。違います。テンナもテンムス食べてた、一緒。ギガは何歩あってもいいよね、やっぱり。西田ほのかちゃんです、さっき来たのは。ほのちゃんです。ほうちゃん、ほうちゃん、思春期のアドレナリンわかる。私も好き、思春期のアドレナリン。ちゃ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 、あれは料理をねしてる感じなんだよ。全部世代交代ほんと楽しい、わかる。世代交代前夜公演に行くことをさ、なんか皆さんさ、世代交代す、よっしゃ 何日世代交代できるみたいな言ってませんか。ほんまいつもアドレナリンドバドバなって思ってます。いいこと、いいこと、いいこと。うん、それでな、もう吹き飛ばしちゃうんですよ、嫌なことも。何でも吹き飛ばしましょう、皆さんの鬱憤も、鬱憤晴らしましょうね。アドレナリンでアドレナリンやって、アドレナリンが、アドレナリンは若いうちしか出ないんですか。そんなことないですよね。わかる。公園行きます、そこで昼寝します。最低、最低ですよ。そのせめて公演中は絶対起きてください、本当に。13日過ぎたら申し込める、ありがとうございます。今から甲子園でたこ焼き祭り、あ、楽しんできてください。それ甲子園の行ってから世代交代来る方もいますよね、やっぱり。今日は幕開けの3曲が好き、わかる。開幕って感じがする。固定でもちょっと日によって違うんだ。うん、メイクさんによってそりゃやっぱ変わるよな。ちょっとずつ変わりますよ。私の髪の毛の調子とかもあるからね。今日はあの結構あの腫れてたので、あのうねうねとかではなかったです。なんて呼ばれたら嬉しいですか。なんでもいいですよ。こよまつとか、こよまつでいいですよ。こよりん、こよりんの方呼ばれる回数少ないかも。こよまつでいいですよ。板垣さんとかでもいいです。板垣様って呼んでくれる方もいるんですよ。クラスの彦には板垣さん、ほのちゃんじゃなかった、ゆかたやった、もう絶対ほのちゃんと思った。こよてんの手も電話が見たい、今日天などですよ。え、今日天な出るよ、今日天な出ますね、私も出ます。ユニット終わるまでの中毒性やばい、わかる。マジでいろんなやつしたい、ユニットも。キャンマチで劇場入るの初や、そうなんや、
キャン待ちもね、キャン待ちの仕組みって面白いよね。あれ母ちゃん呼びなかなか好きですやって。マジですか、そんないないよねやっぱり。コヨリンボードありがとう、見つけます。今日もまこさん雨ありがとうございます。今日もメイクも今日綺麗系に見える。嘘、メイクも確かにね毎日変わるよね。私の顔の調子にもよります。今日はあんまりむくんでない世代いる、え世代いるとか言うの、世代色、みんな世代色みたいな世代面白いなそれ。ほのかしには常に厳しい対応、はい、ビシバシです。ほのちゃん、ほうちゃんはもう今いないです近くに。ほうちゃんと隣でお弁当食べました。てんなと3人で並んで食べましたよ。アドレナリン一緒に踊りたいやって、ぜひぜひ。フリコピーも待ってますよアドレナリン踊ってる人あんまり見やんな、やっぱり早いからなテンポが。ともたんさん、あじさいありがとうございます。こんにちは、同じくたこ焼き祭りから世代交代しに行くオタクです。おお、ありがとうございます。間に合えるといいんですけど、天気も晴れやし、めっちゃ今日はいい日ですね。いい一日。ソフトクリームからのカモネギの楽さ、あー確かにわかるわかる。みんながほのちゃん以外一回履けるから、ほのちゃんのソロステージが始まるときに、だからその時に表情切り替わりとかもめっちゃ見どころだと思います。表情の変化ありがとう。たこ焼き祭り終わったらダッシュで劇場へ向かわないと。結構キワキワやねんな。ダッシュにダッシュしてこけないようにだけ気をつけてください。くよ待つ今日は遠方ね、電車ね、ほんまに昨日のあの雨が今日に影響するなんてね。こよすけ、いたがっき、いたちゃん、こよてん、みつきちゃん、ラブレターありがとうございます。世代交代前夜公演見てから他の公演も見に行くようになりました。やっぱ劇場で見る公演も最高。うんね、わかる。ライブのさ大きい箱とは違って、あのすごい迫力感があるし、すごい近い距離でね見えるから、私も一回ファンとして見たいんです、公演を客席から。板垣様今日も美しいです、ありがとうこんにちは。キャン待ちの仕組みやったことない方多いですね。キャン待ち、大学3年生に見える。嘘、高校3年生です。こんにちは、ありがとう。フルパワーでコールありがとう。猫顔ですか。あ、でもよく言われるかも。失礼します。じゃあコールは、いやコールはコヨリンでお願いしますみんな意味わからんくない、だってコヨマツって言いにくくないですか。しかも雑踏の中を全力で走ってない人にぶつかるだろう、ゆっくりと、え、全然こよまーつって言いにくくない、めっちゃ超絶かわいい。こよまーつってめっちゃ言いにくくない。こよりん、なんかんのさ半発音音が出にくいじゃないですか、んって。だからこよりとかの方が良かったかな。超絶かわいい、こよりこよりん、んが消えるからね。いつもこよりんのお肌絶好調ですよ、ありがとう優しい。今日は前の席だといいな。うん、確かにね、あれはどう、ほんまに完全ランダムやからな、運やんなやっぱり。失礼します、やめて。じゃあもうあっち行って練習してきます。バイバイ。うえ、やめて。禁止 NG。 あ、いやもうじゃあ散ってもういいってもういいの、もう
もういい、もう映さない、もういいよ、もういいよほのちゃん、もうほのちゃんいいよ、貞子じゃん、もういいよ、チョコリピーもういいよほのちゃん、ほのちゃんやばいよ、手もでもはいける、あ嘘、フリコピですかお昼ご飯、お昼ご飯おいしい、お、そろそろ15分経って、そろそろあれがあるのでメンバーとのね、そう、振り合わせをしたいと思いますので、えへへへ、ありがとう、皆様来てくださってありがとうございます、ね、ありがとう、お褒めの言葉もたくさんなんてなんて、あ、世代交代税込みがたこ焼き祭り、あ、あいろんな感じ、空気性コインありがとう、褒めてくれて、こよりちゃん、はい、みつきちゃんの友達ありがとう、お顔が綺麗、ありがとう、みつきちゃんペンライトありがとう、いたガッキーでもいいよ全然、みつきちゃんだるまありがとう、ともさんさんレインボースターありがとうございます、こよ様、こよ様めっちゃ響き可愛くないでも自分で様って言うのはちょっとね、こよ様、こよ様超絶可愛い、こよまーつ最後、うん、言いやすい、マジ超絶可愛いガッキー面白、内股ずっと来るんやけど、甲子園でオタクたちがみんなこよりの配信見てます、嘘恥ずかしい、言いで終わる方が言いやすい、え、なんやろ、言いで終わるのあんまりなくない、難しい、レイポン、レイイとか、レイポン、シネさんペンライトありがとうございます、待ってアイドル失格何言ってるの、甲子園に小松の声が響き渡って、嘘恥ずかしすぎやって、皆さん音消してください、そうそう、ほのちゃん頑張ってちゃんなのよ、そうそうなの、竹坊さんハートありがとうございます、バリオリーの方が言いやすいかな、超絶かわいい歯がポンじゃあそろそろランキング読むね、はい、13位初賀ひよこ豆ちゃん、あ、え初賀ひよこ豆ちゃん時々応援さんありがとうございます、12位チップさんありがとうございます、11位中藤さんありがとうございます、10位羽山さんありがとうございます、9位かわんちょさんありがとうございます、8位みそたこちゃんありがとうございます、7位セギヤンさんありがとうございます、6位ともたんさんありがとうございます、5位まーちゃんごめんねさんありがとうございます、4位ともさんさんありがとうございます、3位おぎおぎさんありがとうございます、2位みつきちゃんありがとうございます、1位まこさんありがとうございます、ありがとうございました、皆さんちょっと面白かったショールーム、ほのちゃん、ほのちゃん乱入会ですね、この配信のタイトルはほのちゃん乱入会です、ありがとうございます、ではたこ焼き祭りのに参加される皆さんも気をつけてください、その後公園に来てくださる方もお気をつけて、ダッシュしてこけちゃわないようにお気をつけください、ではでは私はそろそろ打ち合わせというか合わせに行ってまいります、ありがとうございました、バイバーイ。